アガなイ地下鉄、サリン事件と私の現在の幹部である荒木博が故郷に旅行しているところを追っています。それは、そのゴーストアパリションストランドの一部として、シェフィールド国際ドキュメンタリー映画祭で世界初公開されました。また2020年ドキュメンタリー映画の世界では最も権威ある国際ドキュメンタリー協会賞のショートリストに選出される。 2020年11月1日、ハリウッドリポーターが2021年のアカデミー賞ノミネート候補作として紹介した。当初、放題の副題は、チンプサについての新たな報告であったが、日本公開にあたって変更された。サンディエゴアジアン映画祭、イフラバ国際ドキュメンタリー映画祭、アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭、モントリオール国際ドキュメンタリー映画祭、 ディスボン国際ドキュメンタリー映画祭、It's All True 映画祭のみ、ネーション、香港国際映画祭のみ、ネーション、CBH DOCS、日本コネクションズに参加した。この映画は評価や観客から高い評価を受けました。デイリービーストのニック・社側はそれを、掴んで離さないと呼び、スクリーンデイリーのリー・マーシャルはそれを、豊かで、考えさせられ、奇妙な影響を与えると呼んだ。 i4 フィルムは、この映画に4つ半の星をつけました。長めのいい部屋は、映画に5つ星のうち4つ星を与えました。アジアムービーパルスのパネスコテサネーシスは、それを、素晴らしい。残酷に誠実と呼んだ。それは、ドキュメンタリーウィークリーを含め、シェフィールドリストで見るために、複数のトップ10に含まれていました。出品映画祭情報、坂原、厚志公式サイト。 ありがとうございます。